民主党は、イタリアの政党。中道、左翼連合、オリーブの木を率いたロマーノ・プローディは、1996年の総選挙で勝利して、政権交代を実現したものの、与党連合の内紛からわずか2年で退陣した。その後、欧州委員会委員長に就任し、約5年間にわたって、欧州議会の中道左派勢力を率いた。2004年の欧州議会選挙では、 オリーブの木最大勢力である左翼民主主義者と第二勢力マルゲリータによる統一名簿を実現させ翌年にはオリーブの木を発展した中道左派連合ルミオーネオを結成再び首相候補に選出された西側諸国最大の共産党であったイタリア共産党の後継政党である DS は初期長のピエロファッシノが 左翼イメージを脱却しに大政党制へ移行すべく、プローディ構想を積極的に進め、同じくに大政党制を施行する DL 党首のフランチェスコル・テッリも構想を支持し、総選挙後の新党結成に向けて動き出した。2006年の総選挙で、ルニオンネは勝利しプローディは、再び首相に就任したが、 与党内の政策合意は以前と変わらず困難が多く、DS と DL による、新党結成への動きが、加速、2007年4月に正式合意し、10月末に、新党、民主党を結成した。左翼政党とキリスト教民主主義政党の合流に、反発も強く、DS のファビオムッシーらは、民主的左翼を、元首相のランベルト D には、自由民主主義者を結成し、 pd への参加を見送った。16歳以上の一般市民が参加する公開選挙制度を採用した初期長選挙で、ds 出身のローマ市長であるワルテル・ベルトローニが75%の得票率を獲得して当選。プロディは名誉職的な議長に就任し世代交代を印象付けた。2008年1月、欧州民主連合、南部の人民が、 政権離脱し上院で内閣審入案が否決される事態となった。大統領のジョルジョ・ナポリターノは、両院を解散し4月に総選挙を実施することを決定。プローディは、イタリア政界の引退を表明し初期長のベルトローニは、ルニオーネを解消、左翼勢力と決別し PD 単独で総選挙に臨むことを表明した。総選挙の結果 PD 単独では、 議席が増加したものの、第一党の座を PDL に明け渡しゲやした。ベルトローニは引き続き初期長に留任したものの、翌2009年の地方選挙で敗北した責任を取って、初期長辞任を表明し、後継初期長に DL 出身のダリオ・フランチェスキーにが選出された。しかし任期がベルトローニの残忍期間であったため10月に、 改めて初期長選挙を実施し、DS 出身のピエル・ルイジベルサーニがフランテース・キーに抑えて当選した。2011年11月12日、シルビオ・ベルルスコーニ首相が脱税と売春不当のスキャンダルで辞任。新政権の首相には、モンティ元欧州委員が就任し、イタリアが直面する財政危機問題に取り組むことになった。ナポリターの大統領は、 13日から政治指導者らとの協議を開始し、マリオ・モンティに組閣を要請した。民主党は2013年の任期満了まで、モンティ首相を支える方針を明らかにした。その一方で、党内からは2013年の予算法を前倒しし、秋に選挙を実施する可能性を検討すべきだという意見も出された。 モンティ首相の労働改革法案等の緊縮財政法案に対して、左派系労働組合や民主党からも批判の声が根強く上がっている。2012年7月、2013年に予定されている総選挙前に、左翼、エコロジー、自由やイタリア社会党など中道左派諸政党による政党連合、イタリアよきコムーネを提唱、10月に正式合意した。 同年11月25日と12月5日に行われた首相候補予備選挙の結果、ルイジ・ベルサーニ PD 初期長を首相候補に選出した。2013年2月、任期を前倒しする形で行われた総選挙の結果、会員では297議席を獲得、最多得票を得た政党連合に過半数議席を付与する制度によって連合を組んだ。 諸政党と合わせて過半数を制した。一方、上院では109議席で第一党となったものの過半数を確保するには至らなかった。総選挙で人民主義を掲げるインターネット政党を5つ母子運動が躍進したことからタイポピュリズムを標榜し右派政党との連合交渉を開始した。2014年2月22日自由の人民の分裂や 民主党内での内紛などによって大連立が不安定化した末、レッタは首相から退任を声明した。後任には、レンツや初期長を兼任する形で指名され、ベニート・ムッソリーニの記録を抜いて、イタリア統一後で最年少での首相就任となった。2016年12月12日、上院の権限を大幅に縮小する憲法改正についての国民投票が否決され、 レンツィは首相を辞任した。公認の首相にはパオロ・ジェンティローニが就任。2017年2月19日、レンツィが初期長を辞任し、第4回イタリア民主党初期長選挙の実施が決定する。2017年2月25日、レンツィの国民投票に反対していたベルサーニ、エンリコロッシシラが民主党を離党、憲法第一条。 民主進歩運動を決闘した。2017年3月7日、初期長選挙でレンチが再選される。2018年3月4日、総選挙において、既存の支持層が離れて、下院では112議席、上院では53議席と、半数以下の議席数しか獲得できず、野党に転落した。2018年3月12日、レンチが初期長を辞任。 マウリツィオ・マルティーナ副書記長が書記長代理に昇格した。2018年11月17日、マルティーナが書記長代理を辞任。これによって、書記長選挙が前倒しで行われることが決定された。2019年3月3日、ニコラ・ジンガレッティがロベルト・ジャケッティ、マウリツィオ・マルティーナらを破って書記長に選出された。2019年5月26日、 同年の欧州議会議員選挙では、親友を全面に出し、さらには敵対していた、民主進歩運動と選挙連合を組んだが、苦境は変わらず31議席から19議席に交代した。2019年8月29日、左右ポピュリズムの大連立である、コンテ内閣が5つ母子運動と同盟の対立で、瓦解すると、5つ母子運動と、第二次。 コンテ内閣を組閣して政権与党に復帰した。しかしサハポピュリズムとの連立にリベラル勢力からは反発が生じた。2019年9月18日、レンツィがリベラル、中道系の議員を率いて民主党を離党、イタリアビーバを決闘した。出展、イタリア内務省アーカイバオストリコデレイレージャン。2013年上下両院選挙は イレージョニー2013ポリティッシュ e リージョナライデル24 e 25フィブライオ。得票は、イタリア本土の結果のみを掲載。2014年欧州議会議員選挙は、イレージョニー2014エウロペーリージョナライカムニアリーデル25マジョ。グエリニ リアイスクリティー・アルピー・ディー・ネル2016層の405.041ハット・エイビー・ボルフラム・ノルディ・シェイク・パーティーズエレクションズ・イン・ヨーロッパ2015年6月9日閲覧レンジ・イール・リベラリーズもディ・シニストラ・デモクラティック・パーティー2017年4月8日閲覧伊藤武史日本大百科前書コトバンク 2019年3月23日閲覧。プログレッシブ・アライアンス・パーティーズオーガニゼーションズ2019.11-26閲覧ベルトローニの表明を受け、イタリア求心主義者と価値あるイタリアが PD 連合への参加を決定。保守政党のフォルツァ・イタリアも中道右派連合、自由の家を解消し、国民同盟と総選挙後に、新党、 自由の人民を結成することで合意するなど、イタリア政界の再編が開始した。ファーマタラガルタ D、インテンチ DPD、セルイープサイレンジクリティコ、スコンテンティアイモンチアに、 ラレーピブリカ、http コロンスラッシュスラッシュ www.republic.it a スラッシュポリティカスラッシュ2012スラッシュ10スラッシュ13スラッシュニューススラッシュ primarie カルタ d インテンチマイナス444534672013年3月3日、閲覧。イレジョニーポリティッシュ2013 カメラリステイー、ライスルタティパーサーカスクライジオーネハット、イレージョニーポリティッシュ2013、セナトリステイー、ライスルタティパーレギオネ。イタリア最大勢力リーダーが、次大統領選の混乱などを受け。MSN3K ニュース。http コロンスラッシュスラッシュ SANKEI.jp。MSN.com、ワールド、ニュース。 十三万四百二十 lp、十三兆四百二十億千四百五十五万四 n。一。htm。二千十三年四月二十七日閲覧。ラネオ・バジ・レジオネ・デル・ピー・ディー・アイ・ライス・ルタ・ティ・ディフィニティブ・デ・レ・プライマリー。二千十三民主党。二千十四年三月三日閲覧。イタリアン・パル・ティート・デ・ミクロティコ・オフィシャリー・ウェル・カム・ド・イン・トゥ・ザ・ペス・ファミリー・ハット。 欧州議会選、イタリアは、レンツィ首相の民主党が大躍進。ロイター。httpjp、ロイター .com、アーティクル、トップニュース、エジップ文 0E60RX20145262014 年6月26日閲覧。レンツィ全位首相、与党党首を、辞任反対派に、文江朝日新聞デジタル2017年2月20日付。 ありがとうございます。